今日、郵便受けを開けたら、生活支援臨時給付金というものの手紙が来てましたで。手続きはね、何もしなくていいそうで、以前に、まあ、給付金もらったから、交通番号を届けてあるんですよ。ただ、あの、振り込むよって何月何日に、今月の後半に振り込まれるんですよね。3万円。お知らせが来て。あの、すごい悪い気分じゃないよね。<laughs> もらえるっていうのは。 やっぱ今さ、去年俺結構仕事バタバタ、ゴタゴタでさ、その、100万いってないんだよね。ってことでさ、その、この3万のさ、まあ、寄付金、まあ、決して多くはないけどさ、住民税非課税100万いってない人だけだよ、その、もらえるの。じゃなくてさ、あの、200万いってない人とかさ、もっと、あの、配る幅増やせやと思うんだよね。 だってさ、住民税非課税の世代ってそんなのねえから、俺はね、あの、まあ、去年さ、まあ、仕事を、まあ、セーブしていたんだよね、実は。ってことでさ、その、住民税非課税になってもらえるわけですよ。ってことでさ、まあ、嬉しいんだけど、もっと気まよくな,れなった方がいいと思うよ、マジで。しかも、だから要はさ、住民税非課税の人が10万もらえて、 それ以外の人は5万とか、そんぐらいじゃないと、今のこの物価高追いつきませんよって。犯罪も増えますよって。岸田さん、もうちょっとね、国民にケアを、ちょっと、まあありがたいけどさ、ちょっと弱いですよって言いたいね、ケアがね。だからさ、その、日本の治安が悪くなってさ、良くねえから、幸福度も下がるから、みんなの、そうしたら国が発展しないぜって言いたいんですけどね。どうもありがとうございました。